うん、こんにちは。はい、お願いします。6種類が樽生で今つながってる状態で、1、2、3番がリンゴのお酒ですね。シードルとかハードサイダーって言われるものなんですけど、で4、5、6がクラフトビールになってます。うん、で1番が日本で一番食べられてる富士っていうリンゴを作ってる僕らも農家なんですけど、はいはい、それをすごいシンプルにお酒にしたうちの定番商品ですね。で2番が1番をベースに柚子の皮とブルーベリーを入れてます。で3番が、レーズンとオークチップを入れてブランデーのような余韻が残るような感じに仕上げてます。4、5、6がビールで、4番がゴーゼっていうスタイルのビールで、コリアンダーと塩とレモンが入ってて割とレモン感強め。うん、で5番がウエストコースト IPA ってスタイルのビールで、ホップを使って柑橘感を表現します。で6番が山ぶどうを使った IPA ってスタイルになりますね。うん、普段そんなお酒飲まないんですけど、そういう人は多分1番とかですか、スッキリ、そうですね、アルコールあんまりって方は、うん、弱いわけではないです。弱いわけではないですね。あ、嫌いではないですね。で割とドライに仕上がってるので、うん、もしちょっと甘めとかが良ければリンゴジュースで割ったりもできるので。あ、本当ですか。じゃあこいつを、そうですね、一番のリンゴ割りでできたら同じのをお願いしたいです。2つもジュースで割っちゃっていいですか。はい、どんぐらい割りますか。半々ぐらい。半々ぐらいで、半々ぐらい、はい、お願いします。あ、中で飲まれます。サイトで。あ、サイト行くつもりです。じゃあプラカップ。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。美味しそう。ありがとうございます。こんなカメラ向けられるっていう。いや、ありがとうございます。Thank you.
Thank you.